滋賀経済なウ、さて、今週は。今週はお酒の特集です。はい、大好きです。来ましたね。はい。あの、皆さんは。最近お酒飲まれますか?はい。そうですね。あの、お客様にですね。あの、有名な獺祭とかいただいたりとかして。事務所のみんなで、ちょっとずつ飲んだりとか、はい、してますね。私はね、最近寒いでしょう。はい。滋賀の地酒を。あかんで、ちょっといただくのがね、楽しみなんですよい,いですね。はい。ね。 あの私たちは「ですね、うん、これからは日本酒だ」というタイトルで12年前から特集を続けてるんですけれども、はい、どうでしょうようやく時代が追いついてき,、ね、いいて,きてますね,ね明らかに、はいえー、日本酒ブームがすごいことになってますねちょっと一部で過熱気味なところもありますけれども今回はですね、はい、酒造、はい、まずはですねお酒作りの現場を見せていただきました。 高架市美奈口町にある三福酒造日本酒の三福と三年生で知られる倉本だ。二千十七年でちょうど創業百年を迎えさせてもらったんですよ。千九百十七年大正六年が創業のお年になってます。藤本家さんっていう旭日っていう銘柄の倉本さんからそこの三男坊だったのがうちの初代になります。 代表銘柄の未服はヤマハイ仕込み管に住む乳酸菌を用いた醸造方法でコクのある濃厚な味わいが特徴だ一方2007年からは新たな銘柄3年生を発表した3年生は吟醸仕込みフレッシュでフルーティーな飲み口だというあの僕含めた若い蔵人が3人いててその3人で新しいものを作っていこうっていうのが そそもそものスタートなんですねで、えー、純米酒純米吟醸純米大吟醸の3種類で展開していくっていうのとで、えー、滋賀県で作られてる酒造公的米で、えー、銀吹雪あと渡舟6号で山田錦この3種類で、えー、展開していくっていう3で、えー、僕がこの蔵元の4代目になりますんで先代までの3代に敬意を表しての3ということで。 さんが連なって星のように輝けるお酒を目指していこうっていうことで立ち上げた銘柄ですねで、まあ、もう一つはあのー、アニメの中に「えー、ガンダム」ってあるんですけどもその中に黒い三連星っていうチームがあってそっから、あのーまあさえー、ガンダム世代の人にも、えー、受けてもらえるようなお酒作りたいなっていうことで三連星っていうのも絡めています一方 未服酒造は蔵の見学を積極的に行うことでも知られている。見学者は年間1万人に上るという。はい。可愛い,い部屋ですね。ありがとうございます。ここがギャラリーという形で、あの昔のものを展示している部屋になるんですね。これからあの蔵の中を見ていただくことができるんですけども。まあ、その前に、あの蔵の歴史なんかを。 っと飾らへえちょっとこう隠し扉的な感じでそうですね <laughs> すいませんじゃあ失礼します、はい、あなんかこうお酒のいい香りがズ <laughs> んンと漂ってきますね、はい、まさに今発酵している真っ最中のタンクもろみになりますね この下からブクブクっと泡が立っているのが発酵している状態なんですけども中であの酵母菌という菌が糖分を食べてアルコールと二酸化炭素に分解されているんですねでアルコールはそのまま液中に残って二酸化炭素がプクップクっと泡として出てくるというのがこの発酵している状態になりますまさに生きてるって感じですねそうですね生き物ですね こちらはあの団体のお客様が来てもらった時にあに蔵見学お酒の説明でやったりとかシーンをあの楽しんでもらうための部屋として使ってますこういう酒蔵を見学したいとかそういう方が増えてるんですかそうですすかそうねありがたいことにここあの、ま、20年の間に徐々に増えてきててもう今毎月あのバスで、えー、10台とか15台とか来てもらってますし。 1>, 1月下旬午前6時27分ヤマハイ仕込み用の工事作りが工事室で始まった 早朝に触ってた麹は、山杯用の、えー、麹になって、えー、米の表面にも菌糸が張り巡らされるし、えー、米の中心部分にも菌が行き渡るように、えー、米粒一,粒一粒一粒に菌が、えー、行き渡ってるのが、仕込みの麹なんですね午前8時過ぎ、米が蒸し上がった。 上の層が、えー、麹用のお米で下の層が、えー、と仕込みに使うかけ、あのー、米って呼ばれるお米です。あお米の品種もちょっと違うんですよ上の麹に使ったお米は銀ふぶきっていう滋賀県の酒造工的米ですし、えー、下でかけ、えー、米に使ってたのは山田錦って呼ばれるお米ですね。 はいこちらは室という部屋になりまして麹というものを作るための部屋なんですねお米の成分にはでんぷん質が含まれてて糖分がないんですけどもその糖分を作ってあげないといけないということで麹の力を使ってでんぷん質をブドウ糖に変えるそのための菌糸を植え付けるための部屋になっています 結構単調ではあるんですけどもそこからの温度管理であったりとかあの外れ込みっていうんですけども金糸の、えー、食い込み方であったりとかが、あのー、ここの中の技術者の,あの腕の見せ所になってきますね三輪さんはい未服と3年生 3> はいちょっとお味見いかがでしょうかあぜひ嬉しいです、はい、まずはですねはい未服いきましょうはい、はい、おお未服から おおすごい山灰仕込みですからね、うん、ちょっとこうねガツンとくる味が特徴ですよねあこれ美味しいですね私すごく好きな感じではいいいですねうんうんなるほどさあそしてはい3連、はい、はい いいですね、はい、昼から飲むのもいいですよね <laughs> ちょっと贅沢ですよね <laughs>、はい、こちらの方がじゃあいいですかちょっと飲みやすい飲みやすい感じですけどもね、はいはい、あ香りも全然違いますねもうな何て言ったらいいのかな はい、これは確かに飲みやすくて、うん、ガブガブ飲んじゃってあとですっごい酔っ払うっていう <laughs> ちょっと私にありがちなパターンになる感じですね初心者の方も大丈夫な感じですよねこれは本当にあにお酒が苦手っていう人でも飲みやすいとは思いますねうん、うん、美味しいあの昔はねあの例えば二級酒とかですね、はいえー、まあ、うん、安かろうというお酒もね多かったと思うんですけど最近はですね、うん えー、純米吟醸ですとかね美味、はい、しいお酒作りをする蔵がですね、はい、増えてきたと思うんですよね。そうで,すねでさらにですねそういったことをちゃんと消費者に伝えられるう酒屋さんもですね、はい、増えてきて、はい、そういったことがですね今のブームにつながってるかもしれませんね,ね、はい、さあそれをですねこの「未服から全く新しい「3年生」というこのお酒で 挑戦したわけですね、はい、はい。続きをご覧いただきましょう、はい、2007年に誕生した新ブランド3年生お酒を飲み慣れていない人も飲める日本酒を目指してきた まずそうです、ね、3年生1本立ち上げてで2年目も1本なんですねで3年目から、えー、と純米酒作って2本作って、えー、4年目に、えー、3年生の3種類がようやく完成したっていうところで、えー、本格的に3年生3種類を「あのー、これが3年生です」って歌って。 で、えー、出させてもらえたのは5年目からっていうところですかね、うん、1年目からあの5年目までの間はまあ、助走期間というかあの準備期間4代目は様々な挑戦をしているその一つが特徴をしっかり説明してもらえる主販点に3年生を下ろすことまた蔵のファン作りもしている5年前から屋台や蔵見学が楽しめる りを開催2017年は2日間で5,000人が訪れたという蔵祭りで力を入れているのは実は、えー、お子さんをあの来てもらって家族ぐるみで楽しんでもらえるイベントを盛りだくさんにしてるんですね、はい、であのそれは、えー、と子どもがその祭りに行きたいイベントに行きたいっていうことによって両親があのついてこらざるをえないっていうのは。 一つの目的ですし逆にあのその子どもたちが成人になったから未服のお酒を飲もうというふうに、えー、意識づけしてもらえたら今では売上比率は3年生4に対して未服は6、えー、今はあの、まあ、ほぼ5対5に近い6対4ぐらいの割合になってきてますねもうおそらくあの数年で3年生の方が追い越して。 でえー、逆転してしまうとは思うんですけどもそれでもやはりミクいいいうものは、あのは、ー、そのまま活かししていきたいですし3年生への挑戦も10年を過ぎたでも4代目はまだ手応えを感じていないという日本酒人気にあぐらをかくのでなく日本酒を知らない人に広めていく活動を3年生で、えー、日本酒のファンを取り込んで。 ねえー、飲み続けていくともっと、あのー、しっかりとした味わいであったりとか深みのある味わいのミフクの方に、えー、どんどんシフトしていって最終的に、えー、飲み慣れてくるお酒がミフクのお酒であってほしいなと思いますんで、はいあのー、入り口と出口というか、えー、入り口とゴールはあのー、3年生からミフクになってもらいたいですね。 あの私お話を伺っていてちょっとジャンルは違うんですけどちょっと化粧品とかの売り方と似てるなと思ったんですね。っていうのはその化粧品って、えっと、20代30代40代50代60代で使うものって違ってくると思うんですね。だけど20代の時に気に入ったブランドがあればそこのものをずっと使い続けると思うんですよねランクアップしながら。でお酒っってていいいうううううののも実はそういうような売り方っていうのが あの向いいいてるのかなううふうに思いました20代はあのまあちょっとお値段も控えめにして飲みやすいところから入っていってそこの酒蔵を気に入ってもらったらどんどんランクアップしていくっていうようなブランディングもあるのかなというふうに思いましたね。だだから最初は3年生好きだったけど、はい ね、飲んでる方も年を重ねるにつれて最近ね美服がいいんですよという方も増えてきてるというんですよね。なるほどだからすごくあのブランド作りとしてはすごくいいんじゃないかなと思いましたね。なるほどね。はい、あの考えてみますとね、うん、この「日本酒特集」を私たちが始めた頃は、はい、50の蔵が滋賀県にはあったんですけど、はい、今33というですね この十数年でそれだけ減ったってことですね。そうなんです。はい、ね、とてもあの寂しいことなんですが、うんはい、これ蔵っていうのは私も取材してみて、これ地域の文化だなと思いま、ね、そうですね。本当そう思います。そして一旦なくなってしまったら、あそこのあのお酒飲みたいと思ってももう飲めないわけじゃないですか。だから飲んで応援するっていう。 食べて応援する、飲んで応援する、やっぱ自分たちが消費者になってこその応援ですよね。うそう思うと普段、はい、の皆さんは。 この良さを伝え続ける努力をね、うん、そうですねアプローチしていかないといけないですよね私たちもどれだけのこの苦労と、はい、ね手間暇がかかってお酒ができるかというのを味わい変わってきますよね知って飲むとね、はい、そう思うとね決して高くないと思うんですよ、ね、確かにそれは本当にそう思いますはい。はい、ぜひそのことも含んで私もね、うん、さらに味わっていただきたいと思いますはい。以上特集でしたここで一旦コマーシャルです 滋賀経済ナウここで今週のニュースです民間の調査会社東京商工リサーチによりますと滋賀県内で去年1年間に発生した企業倒産は98件で前の年よりも12件増えました一方で負債総額は114億2600万円と こちらはおよそ30億円減っていて、大型倒産は少なかったものの、小規模な倒産が増えたとみられます。倒産した企業を産業別に見ると、サービス業他が38件と最も多く、建設業、小売業が20件と続きます。業歴別では不明を除くと30年以上が27件と最多で、 ビジネスモデルが時代の変遷に追いつかず赤字体質から脱却できなかった企業が多かったということです東京商工リサーチでは今後について零細企業を中心に厳しい環境競争が避けられない展開であり先行き楽観は禁物であるとの判断を示しています続いては経済イベント情報です 企業目線から見る EPA 自由貿易協定活用海外展開セミナーが3月6日に大津市のコラボ市が2 1で開かれますなお定員は30人で参加は無料です「今知っておくべきフィンテック人手不足とキャッシュレス時代に備えると題したセミナーが3月6日に草津商工会議所で開かれます フィンテックはファイナンス金融とテクノロジー技術を組み合わせた造語で参入事業者は日本でも増えていますなお定員は30人で入場は無料です滋賀銀経済文化センターでは新入社員研修を3月下旬から4月中旬にかけて開催します このうち基礎1日コースは合わせて7回実践2日コースは延べ8回開かれます受講料は1日コースが9720円2日コースは18360円ですなお定員に達して受付を終えた回もあります滋賀銀経済文化センターのホームページでご確認ください 大津市は百人一首にですね、関係する商品を作って。はい、観光客を呼ぼうという取り組みが。はいはい、続いておりますが、うん、実はまた面白いものを見つけまして。三輪、うん、さんと一緒に行ってきたんですよね。そうなんですよね。はい。百、はい、人一首ゆかりの商品ですね。大津市にあります、琵琶湖ホテル。2階に。バー。ベルラーゴがあります。去年の百人一首カクテルに続く第二弾で。はい。 パワーアップして帰ってきましてカクテルは四種類、はい、桜もみじ四季をイメージしたものや淡い恋心を表現したものがあるんですがです、ね、おしゃれなバーでしたよねめちゃくちゃおしゃれで素敵なインスタ映えするバーでしたね三輪さんのような大人の女性が似合いますそうですね本当に大人というか <laughs>、はい、なんというかありがとうございます、はい、さあそして最初のカクテルがこちらですよ美しい山桜をイメージ桜の香りもする演出消費税サービス料込み 百人一の札もついてるんですねそうなんですよねに哀れと思え山籠の修行中の僧が山の中で出会った桜の木の圧倒的な存在感を歌った歌になってますので、はいえー、私たちもこちらカクテルにはもう桜の存在感をいっぱいで表現したカクテルでございますなるほど こちらですねベースはまあ国産のジンになるんですけれども、はい、こちらジンはい、はい、国産のジンで、まあえー、桜の香りをつけたジンですね、はい、こちらをベースに桜のリキュールと桜のシロップとあとグレープフルーツジュースですお桜の香りがするから甘いカクテルかと思いきや結構アルコールがキュッときますね一番人気のす、はい、すごいですよねすごかったです こちらも消費税サービス料込み1600円です。支配破ぶる。神よも聞かず立田川。からくれないに水くくるとは。歌の中にもありますように、まあ立田川に浮かぶもみじの、まあ、光合しさというか、その美しさを呼んだ歌なんですけれども、そちらをまあ、えー、グラスの中のマスカットのゼリーに、えー、もみじ型に切ったピール、果物のピールを浮かべることで、それで表現しております。うん。 ゼリーがゼリー,、はい、ゼリーにぶち当たってゼリーが意外と甘くてベースのお酒はシャンパンでございますねンンはい他にも心に秘めたひそかな恋心を読んだ忍ぶ恋とも、はい、に消費税サービス料込み千四百円こちらねあのいちごとオッカリモンチェドで作るソルベとこちらはですねひそかな恋は金ンとオレンジのソルベそノンアルコールですはいインスタ映えですねインスタ映えするっていうのが今時代にフィットしてると思うので そこがすすごく良かっったなって思いますね大津市の観光家の方からですね、かるたの聖地として、えー、大津の街を何か百人一首で盛り上げていけないかというお話を頂戴しまして、われわれバーテンダーなので、百人一首カクテルというカクテルの形で、百、えー、人一首をアピールしていきたいなというもとで作りました、はい、カクテルどうでした。 あのなんか見た目と味と予想が違うんですよ予想してたのと全然違うのが出てくるんでぜひあれは行って味わわないとわからないと思いますねはいぜひ見た目も綺麗ですよね見た目もすっごい綺麗でなんとなくこんな味かなと思ってたらそれがすごく裏切られるんですよでなんか理由聞いたらなるほどなっていうふうにちゃんと百人一首とあの掛け合わせてあるんですよそこがいいとこだと思いますなるほどぜひ味わってくださいはい ささて皆んははい今週気になったことは何ででしょうかそうかそすねあの例えば私も弁護士ですからなんかその犯罪とかが起こった時に「この人はどれぐらいの刑罰を受けますか?」とかっていうような質問を受けることが多いんですけど大体まあお答えすると「えっそんなに短いの?」みたいな「そんなにすぐに刑務所とかから出てこれるの?」っていうふうに あの驚かれる方がいらっしゃるんですけど一度でも犯罪を犯した人がずっと出てこれない社会っていうのもおかしな社会だと思うんですね何か失敗とかっていうことはあるわけですよねなので失敗した人もちゃんとやり直せるっていうのがまあ安心して暮らせる社会だと思うんですねであの一方で。 何か加害他者に対して加害行為をした人に厳罰を与えればいいんだって思われる方が多いんですけれどもでも実はその処罰だけではなくっていのんなのであの何か犯罪が起こった時にとにかく処罰を与えろっていう発想ではなくって、まあ、治療とかケアとか社会でどうやって受け入れるかっていう発想を 持っていただきたいなっていうニュースが結構最近多いので皆さんもあの、まあのま何言ってるねと思われる方もいらっしゃるかもしれないですけどそういう視点でニュースとかも見ていただけたらなというふうに思います再犯してしまうとうこれ意味がないというそうなんです,そうなんです再犯を防ぐためにも処罰だけではなくてケアが必要なことが多いと思うんですねさて、はい、次回ですが マンアップ大津市にある人材派遣の会社なんですけれども、はい、実はねこんなものを作っているんです。何ですか？あの水鏡っていうのは、はい、お米のイメージでしょ？はい、お見舞い。これお米じゃないんですよ。お米じゃない。なんかパックに入ってますけど。そうなんですよ。はい、なんと水鏡の米ぬかエキスが入ったパックなんです。はい、すごい。フェイスパック。はい。はい。興味ありますか？興味もちろんあります。じゃあ。 試してみてください。はい、いもう今日早速使います。はい、え、なんかまた感想をぜひ。はい。はい。市が掲載なる。はい。次回もどうぞ。お楽しみに。